8戦ぶりの勝利を目指す仙台、そして今シーズン2勝目を狙う相模原、この一戦になりました。前半の14分です。相模原、このプレーが PK となりました。まあ、前半から押し込む時間帯が長い中での PK になりましたね。はい、本当にこう奪ったボールもすぐね転じてましたからね。はい、そして大竹が冷静に決めて今シーズン2ゴール目が先制ゴールという形になりました。いいスタートを切りました相模原です。さあ対する仙台ですが、前半27分、なかなかいい形ができない中でチームトップの7ゴールを挙げている広沢、自分で持ち込んでのシュートになりました。ただなかなか前半はいい形ができませんでしたね。はい、まあ、数が少ない中でもこういうチャンスを作っていった。で、広沢選手フォワードですから、やはりこういうところを、はい、人を誰かをというわけではなくて、こう勝負するっていう気持ちはね、非常に良かったと思いますね。はい、前半はゴールパフォーマンス見られることができませんでした。さあそして後半に入ります。1対0で迎えた中で52分です。受けた大田、川島から裏、そしてこの大竹から南野という決定機だったんですが、これ惜しかったですね。はい、本当にこれを2点目取りに行きたかったっていうね、素晴らしい崩しだったところですね。はい、結果的にはこのゴールならなかったのが大きく響きましたね。はい、そして76分、今度は仙台です。広沢だったんですが、ここもゴールならず。広沢選手ね、中心に本当に変わった石坂選手と後藤選手が本当に生き生きしてこういうチャンスを作ってましたからね。はい、ただ後半は攻勢を強めます仙台です。86分です。ここ変わった石坂、得意のドリブルでボックス内 PK ということになりました。やはり仕掛けるボックス内に入る重要性ですよね。落ち着いて決めました。今シーズン2ゴール目、値千金の同点ゴールになりました。キーパーも反応していましたが、落ち着いたシュートになりましたね。うまかったですね。はい、そして最後アディショナルタイム、もう押しかけて決定機幾度も作りましたが、相模原の壁に阻まれました。結局前半相模原、後半仙台が挙げた PK の1点ずつで勝ち点1を分け合うというゲームになりました。